ははいいこんにににちはレトススノノですす9月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます今すぐ行動5秒数えて5秒以内に勉強をすること人は現状を維持するためにやらない理由を考えますどういうことかというと勉強しないといけないなと思っていても明日も仕事で寝た方がいいからやらなくてもいいのではないかとか今日も仕事で疲れたから勉強は明日にしよう というふうに、やらない理由を頭で考えてしまいます。通常、頭はこういう思考をしてしまうんですね。だからこそ、自分で5秒数えて、5秒以内に勉強に取り掛かることが重要です。なぜ5秒なのかというと、5秒だと、勉強しない理由を考える時間がないからなんですね。まあ、別に3秒でもいいです。理由を考える前に勉強に取り掛かることです。さあ、今日の勉強も5秒数えて、5秒以内に始めましょう。 それでは本日の3問に入っていきます。え連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく、弁済した全額について、主たる債務者に求償できる、○か,か×か、問題考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは○ですね。 連帯保証人が弁済するともともと債権者が有していた権利が弁済した連帯保証人に移転します、えー、これ、えー、法定第2と呼ばれるんですけれどもつまり弁済した連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐってことなんですね債権、まあ、を取得するって考えると分かりやすいと思います従って連帯保証人は引き継いだ債権に基づいて 債務者に対して弁済を請求することができるってことですね。この弁済請求のことを求償という言い方をします。まあ、第一についてはまあ、意味不明と思っている方多くいますが、弁済することで債権が移転すると考えれば簡単です。もうシンプルが一番。実はこの問題非常に簡単なんです。具体例を出せばこれ誰でもわかる話なんですよ。 まあ個別指導ではこの具体例までお伝えしておりますので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから具体例をぜひご確認ください。で、問い2ですね。宅建業者の代表取締役が懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。え答え、ツですね。まず、代表取締役も役員に該当します。 そして役員が懲役刑に処せられれば役員、代表取締役は結核になりますね。で、これ執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても役員が結核になると。ということは、宅建業者も結核になって免許は取り消されるということですね。よって問題文で宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。 ただですね、その後、執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか、まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、長期刑なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですねえ。いきなり刑務所に入れられると。 いうのが実験になりますで。個別指導の受講者様は専用メルマガでえこの問題の、えー、考え方ですねえこれお伝えいたしますので専用のメルマガからご確認いただければと思いますそれでは土井さんです宅地造成等工事規制区域内において宗教法人が建設する母子施設用地の造成のため10万平米の土地について切り土または盛土を行う場合盛土規制法の宅地造成の許可を有しない かかという問題ですでこれは昨日の問題と、まあ、ほぼ同じ問題なんですね。で、考え方も同じです。結論から言うと、これは誤りです。宅地造成の許可は必要となってきます。じゃあなんで必要なのかというと、森戸規制法の宅地造成の許可が必要な場合というのは、宅地以外の土地を宅地にするための工事、または宅地において行う工事、まあ、どちらか一方なんですね。 まあ今、工事って言ったんですけども、これはまあ宅地造成だったり、土地の経営先行っていうふうに考えていただいて大丈夫です。で、じゃあ宅地って何なのかというと、森戸規制法では、宅地というのは、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように強制られている土地以外の土地を言います。 つまり、ここに書かれている、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、公共用施設用地というのは、宅地には該当しないんですけども、これ以外は宅地なんですね。で、今回、墓地ですよね。お墓です。墓地施設用地っていうのは、宅地に含まれるので、宅地造成の許可が必要になりますよっていう話です。 そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。